はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、まあ巨人がもし優勝するならどういったことが必要なのかっていうところをちょっとお話ししていきたいなっていうふうに思ってます。昨日かな、先日かな、僕は正直にね、ジャイアンツがまあ優勝できない理由をお話ししますみたいな動画をねアップロードさせていただいたんですよ。で、まあそのコメント欄なんかを読んでるとね、まあよく言ってくれましたみたいな、まあ冷静に分析してくださってありがとうございますみたいな人もいましたし、逆に今の時期になんでこんなこと言うねんみたいなことをねコメントしてくる人もいたんですね。で、まあそれは各々まあ個人個人がね思うことなんで、別にそんなことはどうでもいいんですけど、まあ仕方ないんでね、いいんですけど、まあ僕はねこのチャンネルでまあ忖度なく発言しようというふうには思ってるんで、僕の思ったことを言おうと思ってるんで、まあこういうスタイルでやらせてもらってるんでね、まあこれからも言いたいこととか思ったことをね、正直に思ってることを発信していきたいなとは思ってるんですね。で、その中でまあその僕はまあ正直優勝はちょっと厳しいんちゃうかって、まあ冷静にね分析、僕の中で、ね、分析した中、まだちょっときついんちゃうかってっていうふうには思ってるんですけど、まあ唯一ね、うん、まあ別に野球って 100% とかないから、絶対ってないから、うん、まあ何が起こるかわからないっていうのがあるんで、まあじゃあどうしたらジャイアンツ優勝できるのってところもちょっと考えといた方がいいかなと思って、僕は優勝できないかなって思って、厳しいかなって思ってるけども、もし優勝するんだったら、これが揃ったら優勝するよねみたいなところをお話ししていきたいなと思ってるんですね。で、はっきり言えば、もう一言で言うなら、岡本和真なんですね。はっきり言うと。おう、まあ、付け加えるならば、坂本、岡本っていうところですけども、まあ、今年の坂本さんの、まあ、状態なんかであったりとか、まあ、その大城さんがファースト入ったりとかする件で、まあ、なかなかこうね、フルで出てないっていうのもあるんで、まあそこを差し引くと、やっぱりこう、岡本和真の奮起というかね、奮起というかもう、復調ですよね。あの、バーストというか、去年も確かめちゃくちゃ打ってた時期やってたもん、あったと思うんですけど、後半戦ね。それがもう、今来てくれないとやっぱきついっていうかね、そろそろ来てくれないと、まあきついんじゃないかなって思ってて、まあ最近の打撃内容を見てても、まあちょっとずつ上がってきてはいるなっていうところはあるんですが、やはり、岡本選手が、まあ、大爆発というか、まあね、してくれる、こと、してくれないと、なかなかこう、ジャイアンツがね、優勝するっていうのは僕は難しいんちゃうかなと思ってます。で、今、昨日か、僕すごく感動したんですけど、昨日の試合見ててね、感動したんですけど、まあその浅野選手であったりとか、まあそのモンテスであったりとかもそうですけども、まあ門脇選手も守備もそうですよね、マルチアンドもしてますよね、まあ井上投手のね、ピッチングもそうですけども、その、外から入ってきた選手であったりとかね、若手の選手みたいなところが、非常に今このチームがね、しんどい時期というか、こう、みんな熱くてしんどくて、優勝争いしてるという中、そういう外から入ってきた人とか、そういう若い選手が、その一番頑張ってくれてるという言い方はね、ちょっと適切ではないかもしれないですけども、一番こうチームに貢献してくれてるっていうのがあるんで、そういったところで、その、なんて言うんだろう、まあその人たちにおんぶに抱っこじゃダメだしね。もともと本当は、その主力の人たちがね、それこそさっき言った坂本、岡本とかがね、まあ丸さんもね、まあしっかりやってくれてますけども、まあそういった選手がね、中軸を打ってる選手がやっぱりある程度やってくれないと、ダメだと思うんですね。で、まあいろいろコメントなんか見ててもね、その、浅野が一番打つやないかみたいなとか、岡本、をカバーしとるやないかみたいな、浅野が、みたいな、コメントありまして、まあちょっと笑ってしまったんですけど、でも実際ね、昨日の試合だけ見ると本当にそうだと思うし、そのね、狙い球を絞ったりとか、まあ昨日は変化球、なんで中日バッテリーもなんでこんなに変化球打ってんのに変化球投げてくるやろうって思うぐらいね、ちょっと僕からしたら謎の配球をしてましたけども、まあ、これからね、多分明日以降、
あ、まあ、この動画を出す日ですかね。からは、多分、さすがに変化球あんだけ打ったからストレートであったりとか、インサイドを結構徹底的にね、ついたりとか、多分、バッテリーも相手はね、相手のバッテリーも絶対対策してくるんで、そういったところで、まあ、浅野選手がね、まあ、昨日の活躍、とまでは言わないですけど、まあ、2番に入るのか、下位打線に入るのか、それは安倍監督の采配次第ですが、まあ、2番に入るんだったら、まあ、あのね、右打ちであったりとか、そういったところも求められてくるかなと思うんで、まあ、そこの、なんて言うんだろう、浅野選手に、その、責任をめちゃくちゃ負わせるとかっていうのは、ちょっとなんかあんまりこう、良くないというか、まあ、まずそういうチーム状況も良くないですしね。うん。まあ、その19歳ですか ?2 年目ですよね。っていう選手が、この、まあ、チームを引っ張ってるっていうのはすごいんですけども、まあ、その選手が打たないと、勝てないみたいな状況になるのはもう全然良くない状況だと思うんで、やっぱり岡本選手のブーストですよね。大爆発ですよね。もうそこにかかってくるかなと思うし、まあ、後半、僕ちょっと日本のニュースをあまり見てないので、ちょっと、あれなんですけど、なんかそのコメント欄なんか見てると、なんか台風が来る可能性があって、広島の試合がなくなったりとかする可能性もあるみたいなコメント欄もね、コメントもね、見たんで、そういったところで、まあまあ、まだ、2ゲーム差なんで、わからないところはあるんでね、その本当に岡本選手、僕は本当岡本選手ですよね、の奮起っていうところに期待していきたいと思うし、まあ結局、まあ6番手、先発の6番手とか、ちょっとリリーフが薄くなっているとか、そういった問題もありますけども、まあその、先発に関しては、もともとちょっとこう、まあ、5枚目、6枚目はちょっと薄いだろうなっていうね、開幕前から、そういったところありましたから、もうそこをね、今更、こう、なんとか、なんかこう、やろうとしてもなかなか難しいし、もうそこは逆に割り切ってね、他のピッチャーで勝つというかね、うん。だったら、その5枚、6枚目が不安定だったら、その打線でカバーするとかね。結局野球なんて、まあみんな分かってるけど、1点より、相手より1点より多く取ったらいいんでね。1点より、相手より、少なく抑えて多く取ったらいいだけなんで、多く取られるんだったらより多く取ればいいっていうところで、まあそれができないから苦労してるんかもしれないけど、でもそれを、やっぱ引っ張っていくのはやっぱ岡本選手だなというふうに思うし、まあリリーフも多少ね、まあ泉さんかな。泉投手が上がってきて、まあいろいろ入れ替えがあったりとかしてね、多少こう、またこうリリーフもね、戻ってきた感はありますけども、でもまだね、やっぱ、しんどいなっていうところあるし、まあ実際その現役ドラフトとかで取ったね、馬場選手だったりとか、まあ近藤選手とかもね、まあなかなか、今年ね、一軍で活躍してないというかね、まあ近藤選手に関してはまだ、一軍にも上がってないっていうところもあったりするんで、まあそういったところで、まあ補強ね、やっぱりこう補強したっていうのは非常に大事ですけども、めちゃくちゃ良かったですけども、やっぱりこう全員が全員ね、一軍で使えるか、本当に活躍するかって言ったら、まあそうではないと思うので、まあ数を取って、まあその活躍する選手の割合、確率を少しでも増やすっていう意味では、非常にいい補強だったと思うし、まあここからはですね、まあピッチャーはね、もちろんきつくなってくるんで、もうバッターで、ね、やるしかないと思うんでね、もう本当に岡本選手、ね、本当に、まあ、引っ張った打球、まあ、引っ張って、レフト前でやったりとかっていうのは多いですけども、またそれを、やりすぎるとね、逆に引っ掛けたりとか、低めのボール、見逃せなくなったりとか、そういったこともあるんで、まあ、センター中心にね、しっかり打ち返していってほしいと思うし、センターでもね、別に全然バックスクリーンでも入る力を持ってますから、そういった打撃をね、しながらね、状態上げていってほしいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日はですね、まあ僕は優勝はすごく難しいんじゃないかというふうに思ってますけども、まあいろんなコメントありまして、じゃあ優勝するため、小山の予想を外すためには、まあ、どういった条件が必要なのっていうところについてお話していきました。まあ何回も言いますけども、岡本選手だと思います。正直岡本選手の、ここからどんだけあと30試合ぐらいですか、どんだけ打つかっていうところだと思うんで、ここぞというところにね、頼むぞって、ここで一本出してくれとか、ここで打ってほしいってところに打つのが4番だと思いますし、岡本選手だと思うので、そこに奮起していきたいなと、奮起をね、期待していきたいなというふうに思いますし、まあね、いろんな意見あるんで、まあその、僕もね、コメント欄見てて、まあ、まあ、心を痛めるではないですけど、ああ、そういうふうに思う人もいるんだというふうなね、ことはありますけども、まあ結局、まあ、
そうですよね。まあいろんな意見ある中で、まあ自分が好きであったりとか、なんていうんだろう、自分がそう思ってるというかね、自分が例えば賛成なんだったら、賛成の意見しか受け入れないっていうのも、まあちょっと悲しいことかなとも思いますんで、逆にね、そういった時に、厳しい意見であったりとか、反対の意見を受け入れるだけのね、器の大きさであったりとか、多様性というかね、その意見、相手の考えていることを尊重したりということも大事だと思うんで、まあ僕はね、言いたいことをこれからも言っていきますし、まあ皆さんもね、言いたいことを言っていただいて構わないんですけども、まあね、って感じですね。まあいろいろコメントをしていただければ、それに応じてね、企画案もね、考えたりとかしたいと思うんで、ぜひね、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。